ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、学校の部活動の最中に起きた、とある熱中症事故を紹介するんだぜ。うわ、ブラック部活動の予感。お、珍しく専門用語を知ってるんだな。珍しいってことはないでしょ、失礼だよ。私だって過去にこのチャンネルで取り扱った内容とかは、一応復習してるんだから。そりゃ悪かった。念のため、視聴者さんたちに補足を入れておくと。ブラック部活動ってのは、ブラック企業の部活動版って感じだな。ブラック企業といえば、労基違反は当然として、詐欺残セクハラパワハラ、果ては人権侵害さえも当たり前のように強要してくる企業のことだね。ちょっと前に話題になって、海外からは日本は旅行には向いているが住みたくはない国、だとか、未だに奴隷制を採用しているのか、とか、散々な言われようだったよ。特に、日本という先進国において、ホワイトカラーが当たり前のように月100時間超えの残業や、過労による死者が出ているのが信じられない、ってニュアンスだな。それで言うと、ブラック部活動にも過去に死者が出た事故はいくつかあるんだよね。ブラック部活動の場合は、練習や指導という名を借りた激しい暴力や、休憩や体調不良を甘えだと言って無理にトレーニングさせた結果の熱中症などが多いな。で、結局今回紹介するのはブラック部活動なの。はっきり言って、微妙なラインだ。というと、まず、世間的な受け取られ方はやはり、ブラック部活動じゃないか、という声が一定数ある。しかし、時代錯誤の激しい体罰や、生徒を過度に追い込むようなトレーニングがあったわけではない。とはいえ、学校側の部活指導に全く問題がなかったかといえばそんなこともなく。なんかややこしいね。そうだな、とりあえず事故の起きた経緯や詳細について紹介してから、そのあたりを詳しく見ていく方がいいか。2007年5月24日、兵庫県辰野市の県立辰野高校テニス部で、その事故は起きた。時期としては定期テスト明けで、顧問は出張のために練習の途中から現場不在だった。教師が部活動の顧問も兼任しないといけないの、本当に大変だよね。なので、当時高校2年生だったキャプテンがその指示を引き継いで、正午頃から練習を行っていたんだ。まあ、ここまでならよくある部活動の練習風景だと思うけれど。だが、練習が終わった時のことだった。校舎からおよそ1キロほど離れたテニスコートより、ランニングで戻る最中の午後3時頃、このキャプテンの女子生徒が、いきなり倒れ込んでしまう。唐突すぎる。倒れた女子生徒は、一時は心停止の状態にあるほどの一大事だった。すぐさま病院に運ばれたものの、目が見えず言葉も話せない、植物状態と診断されてしまうんだ。そんな、一体、どうしてそんなことになってしまったの？重度の熱中症による後遺症だな。その日はそんなに暑かったのかな？気温で言うと、30度まではいかないくらいだ。5月末ってことを考えると暑いけど、外での練習が危険ってほどでもないね。だが、外気温の高さだけで熱中症になるわけじゃないからな。あ、そっか。睡眠不足だったり、水分や塩分が不足したりしていると起こるんだもんね。特別に暑いわけではなかったからこそ、その意識がおろそかになってしまったのかもな。ともあれ、重度の後遺症を患ったその女子生徒は、寝たきりの状態が続いて、意識がどこまであるかもわからない状態だった。ご両親による24時間体制の献身的な介護によって、どうにか命を保っていられるというレベルだ。熱中症って本当に恐ろしいんだよね。よく使われる例えだが、生卵に熱を加えるとゆで卵になるけれど、二度と元の生卵には戻れない。これが人間の臓器にも起こるわけだからな。初夏だからと油断せず、特に運動系の部活動の現場では、真っ先に考慮されなければならないリスクの一つなんだぜ。で、これがブラック部活動なのかどうか、って話だけどさ。聞いた限りでは、顧問がいない自主練習中に起きた熱中症事故、だったんだよね。悲しい出来事だとは思うけど、これで部活動の最中に起きた事故ってだけで、ブラック部活動ってのはちょっと違うんじゃない。まあ、ブラック部活動と言われて真っ先にイメージするようなものではないな。やっぱり、体罰という名目の暴力だったり、炎天下の走り込みで水飲み禁止みたいな、時代錯誤の虐待のイメージがどうしても先行するよね。だが、必ずしもそういった暴力的なイメージばかりが、ブラック部活動の全てではない。今回の事故で問題視されているのは2点、部活顧問による管理不足と学校側の責任対応だ。
管理不足と責任対応。そもそもさ、何のために部活動に顧問がいるのか、って話なんだよな。そりゃ、技術指導のためなんじゃないの。もしも技術指導のためだとしたら、競技経験のない先生が顧問につくこともある現状っておかしくないか。まあそれはそうか。っていうか、それを言い出したら、どうして勉強を教えるのが仕事の先生が、残業代もなしに部活顧問までやらされてるの、って話なんだけど。それは最も過ぎるポイントだが、今はちょっと置いといてだな。部活動に顧問の先生が必要なのは、学校が子供を預かる場所である以上、その安全を確保する義務がある、からだ。ふんふん。例えば、休み時間のドッジボールのようなちょっとした遊びには、大人の監視は必要ないだろう。しかし、毎日のように激しい練習や筋トレを行うような部活動では、大人による安全管理は絶対に必要だ。まだ若い子供たちの自主性だけに任せるんじゃなくて、大人の知識や判断力に基づいて、管理された練習をするってわけだね。それはわかるけどさ、今回のケースはしょうがないんじゃないの。だって、顧問の先生は出張で不在だから、生徒たちが自主練習してたんでしょ。だとしたら、学校が代理の監督者を立てるなり、その日は練習を休みにするなりの対応が必要だな。言ってることは正しいと思うけど、ちょっと指摘が厳しすぎない。実際、顧問の先生がいなくても練習している部活動って多いというか、なんならそれが当たり前なところまであるよ。当たり前になってしまっているのが問題なんだよ。現に、こうして熱中症で重度の後遺症を負った生徒が出てしまっているだろ。まあ、もしも大人の目があれば、事前の水分補給を促したり、もっと早い段階で、あの子もしかして熱中症かな、と気づけたかもしれないってのはあるね。特に部活動の経験がある人たちは、自分たちの記憶と照らし合わせて、いや顧問がいなくても練習って普通だろ、と思うかもしれない。だが、それを普通にしてしまえば、防げる事故、もっと被害を少なくできたはずの怪我が、こうして生まれてしまうかもしれないんだ。いや、言ってることはわかるんだけど、やっぱりそれだけでブラック部活動と言っていいものかどうかは、ちょっと疑問が残るな。まあ、ぶっちゃけブラック部活動って定義も曖昧だからな。それに、何度でも言うけどさ、あくまで生徒に勉強を教える立場の先生に部活指導まで任せて、不在中でも何かあったら責任取れってのがどうしても無茶に聞こえるんだよね。もちろん、私だって顧問の先生をやり玉にあげたいわけではない。というか、ぶっちゃけ私が今回の事件で問題視しているのは、出張で不在だった顧問の先生ではなく、学校側の対応だ。学校の対応？実はな、今回の事故があった後、当時の校長は、学校に瑕疵はない、と言って、事故の原因を明らかにしようとしなかったんだ。は。いやいや、ブラック部活動かどうかはともかく、責任がないってことはないでしょ。学校で起きた出来事なんだから。この辺が、どうにも臭いんだよな。ご両親のお話では、入院からしばらくして、学校で何があったのか、責任はどうなっているのか、の話を学校と詰めようとしたんだが、顧問や教頭は、校長でなければ答えられない、の一点張りだった。ええ。そして、その肝心の校長は病院には全くと言っていいほど顔を出さなかった。顧問の先生や教頭は、何度もお見舞いに駆けつけたにもかかわらず、な。普通、一番偉い人こそ、お見舞いとか謝罪に来るもんじゃないの。まあ、もしかしたら来たことはあってもすれ違いだったとか、そういう可能性もなきにしもあらずだが。だとしても、預かっている生徒が部活動の現場で重傷を負ったのに、誠意ある対応とは思えないよな。そして、ご両親にとってもっとショックな出来事が、この後に起きた。大事な娘さんがこれだけの重傷を負って、さらにショックな出来事って何？どこからか、彼女が倒れたのは病気が原因だった、という噂が流れ始めたんだ。つまり、部活動中の管理不足による熱中症ではなく、自前の病気によるものだから、学校側の責任はない、という、なんとも学校にとって都合の良い噂がな。はぁ、あ。ことここに至っても、ご両親に対して学校側からの事実報告はなかった。何度目かの要求に応じて出された報告の文章も、倒れた場所やら生徒の氏名などが書かれた非常に簡易なものでな。つまり、どうしてこうなったのか、どうしたら防げたのかみたいな、事故についてご両親が知りたい情報はほとんどなかったと。にもかかわらず、学校側は保護者に対して十分な説明をした、と言い切っている。ここまで来ると、学校にとって都合の良い熱中症ではなく病気で倒れた、
という噂が流れたのも、何か意図を感じてしまうよな。部活動の練習中に熱中症で倒れた、というのは、学校側の責任問題になりそうな流れだから、その真偽が確定する前に、どうにか都合の良い流れに持っていって、うやむやにしようとしてるよね、これ。また、ご両親の話では。え、まだ胸クソエピソードがあるの。顧問や教頭から、事故の話は校長先生でなければ答えられない、と何度も言われたので、お父さんは何度も、なら校長先生と会いたい、と伝えたんだ。すると、事故の2ヶ月後にようやく校長先生から電話がかかってきた。いいか、直接お見舞いに来たんじゃなくて、電話だぜ。そこで、私が行かなくてはいけない問題ですか、と、まるで人ごとのように言われたんだ。はぁ。普通は、たとえ社交辞令と分かっていても、忙しくてお見舞いに行けずにすみません、とか、娘さんのご様子は、とか、そういう話から入るものだよな。もしこれが熱中症じゃなくって病気で倒れたんだとしても、なんで自分が行かなきゃいけないんだ、みたいな態度はおかしいでしょ。そのあまりの態度に驚いて、お父さんが、すみませんがメモを取らせてください、と伝えたところ、校長はなんと、お父さん、おかしいよ、と、その対応を怒鳴りつけたんだ。ああ、なるほど、理解したわ。これ、ブラック部活動っていうか、ブラック校長だったんだ。こちらは被害者なのに、まさかの門弁扱いだからな。しかも、この校長が他の保護者に向けて、裁判で学校からお金をむしろうとしている、なんて言ったものだから。ご両親によれば、この校長の高圧的で不誠実な態度が、後に裁判を起こすきっかけになったとのことだ。いやこれは戦争でしょ。ご両親の語る学校側の胸クソエピソードはまだまだ多岐にわたるんだが、ちょっと動画では紹介しきれないからな。主に校長を中心として、事故に遭った生徒のご両親に詫びるどころか、むしろ攻撃的な対応だったとだけ言っておこう。気になった人は見てみてくれ、ただかなり気分が悪くなるから注意してほしい。不誠実ってレベルじゃないね、これ。それで、結局裁判はどうなったの？兵庫県を相手に行った提訴では、第一審では学校側の責任と認められず請求が棄却されてしまう。だが、控訴審ではこれが一転し、大阪高裁が娘さんが倒れたのは熱中症だった、と認定した。兵庫県は上告するも棄却され、介護費用や慰謝料などを合わせて、約2億3000万円ほどの支払いを命じられた。ああ、よかった。ブラック部活動系の話題では、生徒への被害の他にも、責任逃れをしたり裁判を起こす保護者を悪者扱いする、学校側の不実な対応が取り沙汰されることが多い。今回の事故が起きたテニス部それ自体がブラック部活動であったかどうかは、人によって判断の分かれるところではあるだろうが、部活動それ自体に問題はなくても、その部活動で問題が起きた時に学校側がずるい立ち回りをして問題になる、ってパターンだね。だが、元を正せば教育現場における教師の負担、明らかに長すぎる拘束時間などがなければ、事故そのものが起きなかったかもしれないわけで。まあ、それはそうね。日本の教育現場にかかる負担は、先進国の中でもトップクラスだ。給与に対する実拘束時間の長さ、本業以外の業務の多さ、待遇の悪さ、にもかかわらず職責は非常に重たい。そりゃ教職員が不足していると言われても仕方ないよな。ちょっと前に偉い人が、教員不足の解消のために資格を取得しやすくする、みたいなこと言ってて口炎上したけどさ、給料や待遇を良くして教員になりたい人を増やすべきじゃないのか、って私も思ったもん。なぜ教育の現場で人材が不足しているのか、その根本の原因を理解していないように見えるよな。しかも、その解決策として資格取得の水準を下げるって、下手をすると、学校教育全体の質の低下にもつながりかねない。ちょっと不安になっちゃうよな。日本の教育現場がまともになる日は、いつになったら来るのやら？それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。